いらっしゃい。ご要望は？また来てよ。いらっしゃい。うん？Thank you very much. いらっしゃい。なあ。Stay in a show. ジュリちゃん、ずいぶんといろいろできるようになったな。おかげさまでね。学びたいものは全部学べたし、必要なものも揃えることができたよ。もう投資してもらわなくても当面十分やっていけると思う。そうか。じゃあ投資終了だな。本当にありがとう。腕には自信があったんだけど、理論とか知識が中途半端っていうのは自分でも結構コンプレックスだったんだ。かといって学校に通う暇も余裕も金もないし、通えても周りとうまくやれる自信もなかったから、本当に助かったよ。そりゃよかった。コンプレックス一つ解消だな。うん、マジでおじさんのおかげだよ。本当、どうやってお礼をしたらいいか。気にするなって言ってるだろう。こっちはこっちで助かってるんだし。それに俺も嬉しいんだ。嬉しい？ああ、ジュリちゃんみたいな
若くて才能のあるこのサポートができたことがさ、実力や才能があってもいろんな事情で学べない子や夢を諦めなきゃいけない子って山ほどいるだろう。しょうがないことかもしれないけどさ、この年になると才能や夢が開花せずに消えていくのってすげえ歯がゆく思えてくるんだ。でも今回のジュリちゃんのサポートで一つの才能を伸ばす役に立てたんだとしたら、こんな俺でも何か生きてる意味があるんじゃないかって、お金以上に意味があることができたんじゃないかって、そんな気がするんだ。これが親心みたいなやつなのかな。まあ親になんかなったこともない、なれそうもないおっさんが言っても説得力ねえけどよ。おじさん、わわわ、ジュリちゃん、本当にありがとう。お礼なんていいって本心からそう思ってくれてるのもよくわかってる。でもそれじゃあ私の気が収まらないよ。私人に借りを作りたくない性格なんだ。だからその私なりのやり方で借りを返させて。ジュリちゃんなりのやり方で。うん、私おじさんに喜んでほしくて、どうしたら喜ばせられるかなってたくさん本を読んで勉強したんだ。今日はそれをしてあげたいなって思って。どんな本をお読まれになったのでしょう。私もそのこういうのを初めてやるからうまくいかないかもしれないけど、喜んでもらえるように一生懸命やるからさ。そんな初めて俺でなんて、そんなダメだよ。お願い、おじさんにだけはしてあげたいからさ。初めてはおじさんがいいんだ。ジュリちゃんねえ、そこに横になって服を脱いで。やっぱダメだよこんなの。しかもこんなところで。いいの、そこが一番私がうまく動けるから。動くってそんな生々しい。じゃあ始めよっか。ジュリちゃんやっぱそんなダメだって。ってあれ、なんじゃ。私おじさんがどうしたら喜ぶか研究に研究を重ねたんだ。その結果こういう感じがいいんじゃないかと思って。なになに、どういうこと。練成用の道具なんかお持ちになって。おじさんは強くなりたい人だから、だから私が最強にしてあげる。それが一番おじさんが喜ぶはずだから。はあ、な、何それ。大丈夫、優しくしてあげるから。レッセイ。うまくいったかな。初めてにしては上出来かもね。あらほろひれはれ。これで少しは恩を返せたかな。でもまだ全部は返せてない気がしているんだ。だからそのまた実験台に、また
おじさんを喜ばせてあげるからね。さて、次はどういうテクニックでいこうかな。もう結構です。まあまあ、そう言わずに。これからもよろしく、おじさん。練習するのもほどほどに。だから危険な女だって言ったのに。やれやれ。おじさん、会いたかったよ。ご要望を。じゃあね、おじさん。おじさん、ご要望を。じゃあね、おじさん。